はやぶさの計画は往復の宇宙飛行をすることです。2003年に打ち上げまして、2005年に小惑星糸川に到着し、そして、2007年に帰る計画でした。途中で燃料の漏洩の事故があって、3年計画が遅れています。はやぶさの目的は5つあります。イオンエンジン、それから自律的な航法と誘導、そしてサンプルの採取、そして、再突入カプセルですね、それから、スイングバイの併用ということです。で、何よりも往復の宇宙飛行を実証することです。はやぶさは、鳥の名前です。資料を採取する方法にちなんで、鳥の名前のはやぶさをつけています。はやぶさは、2005年の11月に2回の着陸を行っています。表面にはターゲットマーカーという、これは後方目標ですけど置かれていまして、そこには世界中から88万人の方のお名前が88万人ですね。はやぶさは最長で30分間の着陸を行いました。科学的な成果はここでは詳しく申しませんが、簡単に申しますと、一番大きな成果は糸川が、瓦礫に寄せられているグラブルパイルというオブジェクトですとであったことです。はやぶさの何といっても特徴は、一旦、目的地に到着して静止してですね、それから再離陸をして地球に戻ってくるということで、世界中ではやぶさだけがこれを試みています。4月5日、おとといですけれども、 JAXA はこういうプレスリリースを出しておりまして、そのキャッチャーの中に微粒子が存在が確認されたと発表しております。キャッチャーの中には部屋が2つあります。 A 室 B 室です。で、今最初に A 室だけを開けていまして、顕微鏡を見ながら捜索をしているところです。はやぶさの帰還に合わせてというわけではありませんが、かねてよりはやぶさの後継機を計画して提案しているところです。はやぶさ後継機は C 型の小惑星に向かうことを計画しています。何よりも持続的にプロジェクトを継続することが知識の伝承、技術の伝承につながると思っています。次のはやぶさ後継機では、母船はエントリーをさせないというふうに考えていまして、母船をできれば太陽、地球のラグランジュ点に係留したいというふうな構想を持っています。はやぶさがうまく成功できたのは、何よりも先輩方々の成果の礎があったからこそだと思っています。日本人は新しいことに次に取り組んでいくことはどうも苦手なんですが、新しいページを開かなければ新しいことは見えてこないというふうに思っております。